ケリム、フレイコユンルは、オーストリア・フェルトキルヒ出身のトルコ代表サッカー、選手。ファティカラ・ギュムルク、SK 所属。ポジションはミッドフィールダー。オーストリア・フェルトキルヒにて、トルコ人の父親ともロッコ人の母親との間に、生まれ、スイスで育った。2010年、フラム FC のユースチームに入団。2011年7月の UEFA ヨーロッパリーグ1次。 予選 NS ルナビーク戦で途中出場しトップチームデビュー2011年9月フットボールリーグカップ3回戦チェルシー FC 戦で初スタメン10月スウォンジーシティ FC 戦でプレミアリーグ初出場ヨーロッパリーグオーデンセビー系で初ゴール2012年10月12月までの契約でカーディフシティ FC にレンタル移籍 2013年9月、スユペルリグのベシクタシュ JK と5年契約を結んだ。2017年1月、エフルチャンピオンシップのバーミンガムシティ FC と3年半契約を結んだ。移籍金は225万ポンドで、成績次第で350万ポンドに値上げされる、オプションが付帯している。ジャンフランコゾラ監督の下4月14日のロザラム。 ユナイテッド FC 戦で加入後初ゴールを記録。同クラブで13試合に出場したがスタメンは3試合に止まった。2017年7月20日、イスタンブールバシャクシェヒル FK へ4年契約で移籍し、トルコへ復帰する。エディンビシュチャヤエルイエロエリアラの存在もあり、ポジションを確保できず、2019年2月からシーズン終了まで、マッカビハイフイ FC へレンタルとなる。 2020年1月にエールディビジの FC、エメンへ半年間のローンとなる。2021年1月15日には同クラブへ完全移籍で復帰、1年半の契約を締結した。当初はスイス代表に選出されていたが、2012年6月にトルコ代表に変更した。ありがとうございます。